ちょっと私もどうかと思いました。もう戻れないとこまで来てしまう。ドキドキドローイングへようこそ。声優の月城里奈です。本日もよろしくお願いします。もうすぐお正月じゃないですか。そうですね、クリスマスだと思ったらあっという間にお正月。年賀状ってもう用意しました？まだしてないです、正直に。なるほど。ちなみに来年の干支ってなんだかわかります？私牛年なんですよ。で、去年確かめっちゃ盛り上がったから、ねえ牛トラ？え、あれ？あれ？うう？うってウサギ？正解！あ、え、まじ、トラの記憶がないです、じゃあ。というわけで、ウサギを描いていただこうかなと思うんですが、月のウサギを月城里奈が描くということなんで、はい、ウサ耳をつけて、かわいい！描いていただこうかなと思います。ウサ耳だ！よし、じゃあ早速装着します。どうですか？いいね、いいね。ウサギって鳴き声わかんないですよね。わかんない、ね、確かに。なんだ、ぴょんぴょんぴょん。では早速描いていきましょうか。はい、描いていきます。もうとにかくウサギちゃんの可愛さを前面に出したイラストを描けたらいいなと思います。まず線画チックなものを描いていこうかな。ウサギちゃんだからちょっとがっちりとした線画にするよりも多分鉛筆っぽい感じの線画にしていこうかなと思います。ウサギ昔小学生の頃に飼育してたんですけど、その子がロップイヤーの子だったんですよ。へー。ちみみってよりかロップイヤーで描いていこうかな。もっちりとした感じで、目はどんな感じにしようかな。かわいいアンニュイな感じにしていこうかなと。かわいいマロ眉が好きなんですよ。あとこういう眉毛可愛くないですか？可愛い、ね、あとお鼻は多分ウサギちゃんはツンとしてた方が可愛いから高めの位置で、口はあえてなんかこんな感じでいっか。よいしょ、大体の線ができてきました。せっかくウサギでホワホワ系なので、パキッとした色よりもちょっと水彩チックというか、ホワホワっとした感じのブラシを使っていきたいなと思います。あー、かわいい。ほわほわっとした感じで、かわいい。なんかあんまり実在するウサギってよりかはちょっと夢の国感出していこうかな。あ、間違えた、レイヤー間違えちゃった。あるある、線画レイヤーに色をつけてしまうやつ。今のは全然大丈夫ですけど、たまに取り返しつかないことになりますよね。ある、もう戻れないとこまで来てしまう。どうしようかな、色変えます。お、色変えます。ここに来て、そう、なんか白いふわふわのうさぎを描きたいんですけど、背景が白だとすごく分かりづらいなと思ったので、うんうん、一旦ちょっと背景をこの辺の色にしといて。なんか目って本当に大事だと思うんですよ、うん、で女の子のキャラだと割とその瞳孔があってハイライトがあって光彩があってみたいなのが分かるんですけど、ウサギってわからないですよね。確かに結構虚無な顔してるイメージ、うん、虚無な顔あれ、ちょっと虚無っぽくなってません、うん、どんどん虚無ウサギになってきましたね闇落ちウサギになってきてる。いいんですか、お正月なのにちょっと私もどうかと思いましたでもウサギちゃんだけだとやっぱちょっとつまんないから、うんうん、後ろに月城なんで月を入れますか、せっかくなんで。ちょっと月が差す感じで。今なんかブラシを発見したんですけど、なんだこれ、ペーパーデイジっていうブラシがある。なんだろう、草っぽいのかな。あでかいんだ、毎回毎回。え、でもすごい、これ葉っぱですよね多分ね。あ、すごい、簡単に草が描けますえ、可愛くないですか？可愛いですお正月といえば、うん、でこの絵の雰囲気に合うものといえば、餅？白いよ、また白い、確かにお餅に乗ってるものとか。あー、え、お餅に乗ってるもの？鏡餅の。あー、鏡餅、うん、いや、醤油とか思っちゃいました鏡餅だったらみかんですね。ね、あ、じゃあこの子自体がなんかめっちゃもう餅っぽいから、頭にみかん置きましょう。
頭にニカを乗せたので塗っていきます。はい。おお。じゃあせっかく年賀状なんで、来年は2023年、はい、ということは2023をね、手書きの方がなんかいいかな、雰囲気に合いそうですよね、うん、じゃあ2023、じゃあ私が書いたということでサインを残していこうかな。お尻に書くか、この辺に書こう。わーすごい、なんかサイン書くと自分が書いたって感じしますね。しますね、うん、大胆にお尻にサインか。お尻にサインです。セクシーな感じで、よいしょ、よし、できたー、できました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。楽しかったです。せっかく書いてもらったんで、うん、まあ、ツイッターで公開して皆さんに自由に使ってもらえるようにこのイラストできるかなと思って。 あ、いいですね。フリー素材ってことですか、要は。まあそういうことですね。みんなにお裾分けということですね。ですです。全然お願いします。やったー、みんな使ってくれるかな。まあ、いわゆる概要欄的な。出た、 YouTuber がよくやってるやつ。そうそう、じゃあちょっとやってみましょうか。ここでいいかな、ここでいいかな。初めてやる。では詳細はこちらをチェックでお願いします。